前田実のるみは、日本女子の陸上競技選手。専門種目は中距離走、長距離走、マラソン、天馬屋所属。2017年北海道マラソン女子の部優勝。2018年大阪国際女子マラソン2位。2018年山陽女子、ロードレース大会ハーフマラソン優勝。2019年マラソングランドチャンピオンシップ優勝。 1996年7月17日、兵庫県天ヶ崎市出身。家族は両親と弟。両親がドラマ、東京ラブストーリーのファンでヒロイン役だった女優、鈴木穂波と同じ読み方の穂南と名付けた。天ヶ崎市立園は北小学校の5年生の頃から陸上競技を始め、6年生の時には校内マラソン大会で優勝している。 2011年、天川崎市立、園田あずま中学校の3年生時には、天川崎市中学校総合体育陸上大会で、800メートル層と1500メートル層で2種目制覇を果たしている。中学卒業後の2012年4月、大阪府の陸上競合校である、大阪薫英女学院高等学校に入学。兵庫から大阪まで通学していた。 三年時に5 0 0メートルで、インターハイ、大阪府大会を大会新記録で制しているが、全国高校駅伝では先輩に、大森夏木や松田水星、同期に、輝山姉妹、後輩に、高松望む無線尾、前田里野と実力者が揃っていたために3年間補欠登録され、全国女子駅伝も2年続けて、エントリー変更で、チームに加わったもののと王子を走ることはできなかった。 あとに、前田の母は、高校時代のメンバーは素晴らしく、駅伝の補欠は仕方ない。ただ、そのことがバネになった。と語っている。2015年4月、高校を卒業し、岡山市の実業団チームである天馬屋へ入社し、女子陸上競技部に所属。天馬屋の先輩には、小原玲重友里沙などがいる。2019年1月の全国女子駅伝に、 大阪代表のふるさと選手として出走。高校時代に一度も走ることができなかった、当時では、初出場にして休急アンカーを任された。5位でタスを受け取ると、西王子2で一人、五条2でさらに一人抜いて、大阪チームを3位まで押し上げる走りを、店学生時代からの夢を果たした。2019年2月、アスリート用スポーツサングラスメーカーであるスワンズと、 アドバイザリースタッフ契約を締結した。2020年2月第54回大梅マラソンにて野口水希の保持していた3 0トルの日本記録を更新。2017年1月29日の大阪国際女子マラソンで初マラソン。ネクストヒロイン選手として出場し2時間32分19秒の12位でゴールしている。 2017年8月27日の北海道マラソンに国内招待選手として出場。2 7トル付近で野上恵子が飛び出し、一度は離されたが、その後も冷静にレースを進め3 3トル過ぎで追いつき逆転し2時間28分48秒で優勝した。その結果、マラソングランドチャンピオンシップの出場権を獲得した。 2018年1月28日の大阪国際女子マラソンに国内招待選手として出場。序盤から先頭集団でレースを進め、ハーフを過ぎた頃に当時の現役最速タイムを持つ安藤由香、大阪薫 A 女学院高校1、学年先輩の松田水星と前田稔美波の3選手が残り、日本人、女子3選手の三つどもいとなった。 2 5トル付近で、前田実美波が仕掛け、ペースメーカーの前に一人で飛び出し独走体制となるが、後方から様子を伺っていた、松田彗星も2 6トルから、ペースメーカーの前に出て、前田実美波を猛追いし始めた。安藤ゆかは、松田彗星についていけずスローダウンし、レース後半は、松田彗星との大阪薫へ女学院高校の、 先輩後輩対決となった。前田実る南は必死に逃げたが、松田水星に徐々に距離を詰められ、3 0トル過ぎで追い抜かれた後は、その強烈なロングスパートについて行けずに2位となったが、自己ベストを5分更新する2時間23分48秒でゴールした。2018年9月16日、ベルリンマラソンに出場。スタート直後から、 ハイペースの松田水星にはつかず 5km ごとのラップ16分台で天馬や所属の小原霊と並走していた。中間点を1時間11分24秒で通過後に小原が遅れたが前田は自己記録を更新するペースで走り続け 25km 手前で日本人トップを走っていた松田水星に追いついたがレース後半でスローダウンしてしまい松田に逆転され 結果は2時間25分23秒の総合7位。日本人2位と同年1月の大阪国際に続いて日本女子トップの松田水星に敗れることとなった。2019年3月3日、東京マラソン2019女子の部に出場。練習を順調にこなし2時間21分を目標に掲げていたが、当日は雨で気温が低く、スタートして 15km で、 足が動かなくなり、徐々に失速し始めた。優勝したルティアガニは10分以上離されたが、30km 地点で42秒差あった、清田真央を捉えて、寒さに震えながらも、総合12位、日本人2位でゴールした。2019年9月15日、マラソングランドチャンピオンシップ、女子マラソンに出場。スタート直後、一人飛び出した一山麻緒へ、積極果敢についていく。 気温25度を超える暑さながらも、先頭集団は 5km ラップ16分台、後半のハイペースで進んだ。10km 付近から、前田自ら先頭に立ち、集団を引っ張る形となる。数人の選手たちが、次々と脱落する、サバイバルレースの中、18.5km を過ぎると、天満屋の先輩、小原玲もこぼれ落ち、前田と鈴木あゆ子の2人のみ、 戦闘争いに絞られる。20km 地点あたりから鈴木もついていけなくなり、以降は前田の完全独走となる。レース後半に入っても前田の回想は全く衰えることなく、結果に位の鈴木とは4分近い大差をつけて2時間25分15秒で優勝。これにより、翌2020年の東京五輪女子マラソン日本代表に即内定が決まった。 2021年8月7日に札幌で開催された東京五輪女子マラソンでは33位でゴールなどありがとうございます。